天星人号の、はい、あの書き写しみたいなやつをもうめっちゃやれって言われて、はいはい、異常な量の宿題が出る、ね、はい、本番でセンターも虹も最高得点が出ました。さんまさんのね、東大生をこう待って集めた、はいはい、あの唐沢木の東大生バージョンみたいな番組があるんですけど、はいはいはい、勉強は好きだったんですか？いや、あんまり好きじゃなかった。そうなんですね。だけど、まあ、本を読んだりするのとかは好きだったし、なんか学校がそもそもちょっと変わってたんですよ、はい、筑波大学附属小中高に行ってるんですよ、はい、ですごい、まあ、教育に詳しい方とか、はい、あの受験ママとかの、ね、はいはい、方とかだったらもう絶対知ってると思うし、まあ、受験生の人とかも知ってると思うんですけど、あの実験校っていう、ね、あ、はいはいはい、学校なんですよ、ね、はい、で教育の最先端の、はい、要はもう教育学をやってらっしゃる、はい、あの人たちが、はいはい、その実験場として小学校、中学校、高校を使うという、はいはい、だからまだ一般的にはなってない、ちょっとまあチャレンジングな教育メソッドみたいなものを試す実験台だったんですよ。はい、まあ、なんか喋っててもいいから手を挙げて授業参加したやつが偉いみたいな風な育てられ方をしてるんで、なんかおとなしく座ってる子が必ずしも優等生ではないという変な感じ の、 あの学内ヒエラルキーがちょっとありまして、でなんかその試される教育がその担任によって変わってくるんですよ。そうだから担任の先生が国語の先生だったら高学年の3年間すごい国語に強い子になるんですよ。なるほど。で逆に数学、あ、算数の先生だったら算数をめちゃくちゃやらされるんですよ。ホームの時間も算数のパズルみたいなのをやらされたりとか、あと国語だったらその作文を他のクラスよりトータルで異常に書かされてたりとかするんです。で僕国語だったんですよ、先生が。で、まあ、ちょっと有名な二平先生っていう先生なんですけど、すごいね変なことをやらされててすごい嫌だった時期もあるんですけど、やっぱ一個のことをやるっていうのはちょっと美学がある人で、あの天星人号の、 あの書き写しみたいなやつをもうめっちゃやれって言われて、4年生の4月にもう全員に配られて、でこれは3年間でとにかく書き写したやつがめちゃくちゃ偉いみたいな。でそれがちょっと楽しくなって3年間で200個ぐらい書き写したんですよ。なんかそれはちょっと没頭して、なんか1個のことをやるのは楽しいっていうメンタルにはなってました。でも全部の勉強が好きとかでは全然なかったですね。珍しいですね、天星人号を書き写すの。そう、でも面白いんですよ。それ文章のリズムとかその分かんない言葉とかがあると辞書で調べたりするから、多分異常にボキャブラリーの多い子供だったと思うんですよ。で後に中学とか高校入ってからも、まあ、作文書かされたりとかあるじゃないですか、はいはい、もう書くのも異常に早かったです。お、400字詰め原稿用紙多分なんか3分とかでもう考えながら書けるみたいな。へ、友達の宿題をめちゃくちゃ代行して家でお小遣いもらえないんですけど、はい、それであのちょっとお金持ちの子が多い学校だったんで、あのそれで1枚1000円とかいただいて、それで映画見に行くとか、そういうなんか結構芸は身を助ける典型的な感じで、なんかね変な偏った勉強のモチベーション持ってましたね。そうだったんですね、はい、大学入試の時はどんな感じで勉強したんですか？はい、そうですね、大学入試は、勉強のやり方がやっぱちょっと偏ってたんで、はいはい、あんま分かってなくて、はい、うん、まあ、いい方も悪名も高いかもしれないですけど、鉄力会という、これ別にあの名前出して OK です、僕言ってたって言ってるんで、はいはい、にあのちょっとあのノリで入っちゃって、で悪名高いって言ってましたけどね今。いや、ま、枕がすごい、うん、やっぱさっき両論あるところではあると思うんですよね。言ってます。はい、で僕はそこに行ってれば伸びるって、まあ、思っちゃってたんだと思うんですよね、はいはいはい、でなんかとにかく行ってるだけで全然ついていけなかったし、はい、もう異常な量の宿題が出るんですけど、まあその哲学界のこう表で言ってる更新とはちょっと違うかもしれないですけど、あれって多分全部こなせってことじゃなくて、本当にそのストレートで受かった周りにいた秀才たちはその中からチョイスする才能がすごいあったんですよ。一周自分の中で大学受験というものの、東大受験というものの理解があるから、これは重要、これはそんなに重要じゃないっていうのを結構優先順位つけられてて、で僕はもうプリントの上から順番にやったみたいな感じだから理解も深まんないしモチベーションも上がんないしみたいな感じで、周りの子たちは全員受かって僕は落ちました。
なるほど、大反省でもう現役じゃもう大失敗。なるほど、上からやってく転生人口書き写し式では、はい、そうそうなんですよ潰し式でやっちゃってたから、うん、そう全然ダメでしたね現役の時は。なるほど、はあ、そういう感じで、はい、で浪人するんですね。浪人しました。浪人時代はどうやって？はい、これはまあ河合塾本郷校という、はいはいはい、僕は去年まで教えてた。あ、そうですね。そう、はい、そう、東大のね一番近くにあるあの大きな予備校ですよね、はいはいはい、で東大専門の校舎でそこに行って、ね、でまあいろんなあの体験講座みたいなのを受けた結果、はいはいはい、そこが一番なんか設備もいいし、はいはい、先生も一人ちょっと数学かな、数学で一人すごい好きな先生が体験授業でできて、はいはいはい、でその先生がいるコースを選ぼうっていう風に決めて、でも僕の人生の中でもう本当に唯一ぐらいの1年間なんですけど、はい、僕も本当にだらしなくて、はい、学校とかももう超嫌い。あ、学校嫌いして、はい、さっきもツイートしてました。みんなが5月病とか騒いでるけど、5月とか関係なく俺ずっと嫌いだからねっていう。そう、でもずっともう小中高はもうずっともう遅刻、毎日遅刻みたいな変な生徒で、たまになんか授業とかも、まあ結構その親に怒られたらめんどくさいから、はいはい、最初の出席の時は座ってるんだけど、先生が黒板に書いてる間に外出てっちゃうみたいな生徒だったんですけど、もう河合塾本郷校の時はもう本当に芸人になりたいもあるし、はいはい、せっかくあの親に頼んで浪人してみたいなのもあるから、もう本当に無遅刻無欠勤、欠勤っていう働いてる無欠席仕事の意識がもうすでにあったのかもしれないですけど、そう無遅刻無欠席でもうあの徹底的にその日の復習とかも全部ちゃんとカリキュラムにもう全部乗っかって、新しい参考書とかはもう一切やらずにずっと過去問と河合塾のテキストだけでもう1年間やって、で夏ぐらいまではめちゃくちゃ低迷してて全然伸びなかったんですけど、秋の11月の模試ら辺でちょっと伸びて、でその後って模試ちゃんとしたのないじゃないですか、はいはいはい、で不安だなと思いつつも最後の2ヶ月は過去問をとにかく 20年分以上全科目、はいはいはい、2週3週常にやって、本番でセンターも2次も最高得点が出ました。おーすごい、本番に強い、はい、うん、結構理想的なパターンだったと思うんですけど、すごいですね、はい、めちゃくちゃ頑張りました、最後の2ヶ月ぐらいは。すごいこう伸びていったんですね、はい、こういった感じですね。あ、まあでも技術力あるってでかいですもんね。そうだそう、そうなんですよ、だから天聖順吾様様っていういや本当思いました、はい、今受験生で見てることとかにも希望を与えられる受かり方をしてるのかなっていう気はしています。国語だけじゃなくてやっぱり英語でも。そうですね、まあ、その社会科目もそうですもんね。そうですね、記述力はすごく生きたと思います。受験生たちにちょっと言いたいのは、僕もいろんなところで何回も言ってるんですけど、まあ、なんかさんまさんのね東大生をこう集めた、はいはいはい、あの空騒ぎの東大生バージョンみたいな番組があるんですけど、はいはいはい、それでまあ、いろんな東大生の受かり方マル秘勉強法みたいなコーナーがありまして、過去問25年分を3週やっただけで受かったんですよって、はい、いうコーナーがちょっとあったんですけど、はい、なんかテレビ局的にはそれだけでやったっていう、はい、そんなちっちゃいもので受かるって天才じゃんみたいな見せたいと思うんですけど、受験業界の人とか受験生だったら分かると思うんですけど、25年分を徹底的に全科目3週やるのってめちゃくちゃきついぞ、めちゃくちゃ大変でした、はい、だから僕的には大変なことを頑張ってやったっていうコメントなのに、いまだになんかリプレイとか DM とかで、そんな楽して受かったって本当ですかみたいな的外れなのが来るけど、いやじゃあまず1年分徹底的になんかほぼ満点ぐらいの理解ができるようにやったら、全科目で1個の大学とか、まあ、センター自分が受ける科目分とかでも徹底的にやり込んだら1年分でも1週間とかかかるかもしれないですよね。そうやってみて、それ1年分だけでいいからって思います。そうですよ、しかも次第文系とかでですね考えちゃダメですか。そうですよ、教科数全然違うんですか。そうですよ、そう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 、だから楽に受かったよって話じゃなくて頑張ったよって話ですっていう。東大の赤本は分厚いんですよ。そう、本屋さんで見てみてください、どこにでもあるから。全然違うんですよ、そうそうそう、文系と理系で違うので出るんですから。そうですよ、センターも9科目ぐらいあるんですよ。めちゃくちゃ大変ですから、はい、頑張りました。まあ、ちょっと嘘があるのは、僕地学はそんなやってないです。地学はちょっと10年分ぐらいしかやってないです。なるほど、
Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.